そこまでだ、月下。ダメだ。これだと白ちゃんに勝てない。そうか、ならまだ続けるか。メル、正直に答えてほしい。今の私と白、勝負したらどっちが勝つと思う？正直に答えていいのか？うん。白だな、月下の勝率は 10% ってところだろう。10%、わらわたちや新水霊を入れても可能。ああ、正直、関、今はお前以外の能力は邪魔でしかない。そもそも新水霊は月下の中にいる従属全員の力をひとまとめにして使う能力だろう。状況は何も変わりはしない。むしろ白にとってはひとまとめになってくれた分楽だろうな。そっか。これ以上の関与は主様が求めていない。あくまで月下と白の試合はフェアでいてほしい。そういう考えだからな。ありがとう。寝る。これは独り言だが、もし、月下が従属に対して残酷な仕打ちができ、そしてミエルの言った、正々堂々を辞めること、で勝機は上がるかもしれんな。寝る。お前の長所を忘れるなよ、月下。月下、手から血が出ておるではないか、いい加減辞めるのじゃ。だって、何度考えても、何度計算しても、僕たちみんなを捨て駒にした作戦が一番効率がいいって出るんだもん。共鳴支配神髄をすることで、従属と一体化する。その時に使用する従属の能力のコストが大幅に下がる。そして万が一やられても従属に肩代わりして、自分は完全回復をすることが可能。その特性を活かして、従属たちの能力を使って、白ちゃんの能力耐性と対策をした上で私と白ちゃんの一騎打ち、これが一番勝率が高いんだよ。もっと言うなら、関を残して。残りの8人は捨て駒。そして関の神髄の状態で追い詰め、決め手で捨て駒にしたみんなを無理やり使って神水霊。オーラと能力を駆使して、白ちゃんを追い詰め、フィニッシュ。これしか、月下、嫌だ。自分のためとはいえ、みんなをそんなひどい扱い。できない。月下よ、お主は心の底から優しいからのう、酷な選択じゃと思う。初手神水霊じゃ、白ちゃんの時空で負けるかも。時に耐性がない私にはリスクが高すぎるよ。じゃが、月下は勝ちたいのじゃろう？夢を叶えたいのじゃろう？なら時にはそういう酷な決断をせねばならん。夢を叶えるというのはそういうことじゃ。うん。わかってる。でも、関が、みんなが苦しむ顔なんて見たくないよ。それはわしらも同じじゃ。じゃから月下は明日、その判断を、決意を、固めるのじゃ。勝つために、夢を叶えるために。うん、ごめん、みんな。私のために、身代わりになるぜ。寺は精錬系、精錬支配、特攻支配を持つ。デバフとか、これで少しでも。精錬支配、速度精錬。そ。隕石でこっちが攻めたはずなのに。時空混沌、偽りの世界、視覚。視界で見えるものとは違う偽りの風景が見える小規模空間を私の周りに作ったんだよ。混沌支配と時空支配の混合技。すごく厄介だわ。精錬支配、混沌効果精錬。精錬支配、時空。混沌支配の効果が弱まったかな。混沌いろんな能力を持ってる。あと何人従属がいるの？私はあと何回月下ちゃんを倒せばいいの？白は計算間違いをした。当初は時空支配、混沌支配、自然支配の低減を無視して、本来の効果力、高負担の能力を使用し、月下の頭脳戦をさせないようにと考えていた。だが、月下発一神事を使った持久戦を選んだ。そこで白はすでに想定以上のオーラ量の消費と想定以上の体力の消耗をしていた。それに対する月下波球一日を犠牲にすること前提で白の情報を集めながら体制や対策をしているため、温存ができていた。敵が倒されるという想定外はあったものの、本来月下が計画の本命としている後半戦への準備は着実に整いつつあった。外から見れば白が優勢に見える。だが二人の間では人熱が逆転しつつあることを感じ取っていた。今から焼きか放題に帰るか。でもそれでこれ以上長期戦に持ち込まれたり、対策されると後半ギリギリになる。もうここは押し切るしかない。無理してでも、できる限り低コストの今の段階で相手の恩恵支配で恩恵を作る。恩恵作成。しょうがない、まずい。このままいろんな能力を作れたら形勢が。恩恵混沌吸収、恩恵断絶緩和、恩恵やめろー。時空支配、時空界四天王、流星に舞う軽薄の世界。ごめんね、アイレン。まずい、もう残り 30% くらいだよ。月下ちゃんはどれくらいなの？そ、ゴテア、強化支配でできる限り私を強化して、白ちゃん
さんもだいぶ疲れてるけど2段は禁物よ。わかった、絶対に勝つよ。遠慮なく進んで。そうだと思う、ずるいと思う。ベアトラが徐々に現実なのは認める。何度も何度も、私が勝つまで何度でもよ。はあ。速度制限をかけてもまだこの速度、リリアンさんほどの破壊力はないけど手数が多いのがすごく厄介だわ。はく、結構追い込まれてるね。うん、かなり焦ってる、疲労も溜まってるし。結果はオーラは減ってるとはいえ、まだ全力ではない。ここまでは結果の思惑通りか。でも何度も殺されてる。結果お姉ちゃんの従属がいなくなって答えが出てなかったらもうおしまいだよ。確かもう残り2人だよ。もうそろそろ簡単に倒されてたらまずいと思うけどね。2人、敵がいればきっと式の能力とか使えたのに。そうだな、そこは白の勝ちだった。だからここからは月下次第だよ。戦況は五分五分、白の体力が持つか、月下の頭脳が勝つか。白や月下はまだ進化解放を使っていない。まだこれは長くなるな。いざ見てみると月下の方が優勢に運んでるね。月下ちゃんの作戦ですよ。それは分かってます。多分このまま行けば月下ちゃんが優勢のまま進むでしょう。ですが多分、今のままだと詰んでるよね。だって白、一番得意な自然支配を使っていないんだもん。一回戦で見た。あれは情報量が多ければ多いほど消費量が量が多い。なら、自分支配、黒戦。まずい、意識は残るけど、動きが。いや、この法則を調和で完全に理解してしまえば。いくら耐性ができて、一度見たとしても、この無数の斬撃を止めることはできないよね。止めてみてもいいけど、この無数の斬撃を止めるならかなりの消耗はするんじゃないかな。そうね、この攻撃はついね。なんで、調和支配でこの空間を調和したのよ。そんな、白の黒線、これだけの斬撃サンプルがあれば白のある程度の攻撃も計算が可能。だいぶあなたへの視界が広がってきたわ。まだ一人、従属が残ってるわ。その子が倒れたら私だけ。その時が正真正銘私とあなたの決着の時よ。さあ、来なさいよ。私もたくさん従属をやられたけど、その代わりあなたの身ぐるみは全部灰だわ。私だって、まだ戦える。琥珀、酷なことを言うわ。意識が途絶えるギリギリまで調和して。わかったぜ、任せとき。かえ。ネロ、敵の代わりできる。大丈夫です。ですが私はどうすれば。治療でギリギリまで耐えるわよ。あとは吸収してちょうだい。それでギリギリまで分析するわよ。さすが白、間もなく攻めてきてるわね。耐えたわよ。だからどうした？空間支配、空撃破。いい、この技を吸収すれば、自分支配は完全な耐性と対策ができる。絶対に受け切るわよ。はい、治療は任せてください。結果様は前に。嘘。目の前から消え。進化解放。もうこれ以上情報を上げない。もういい加減正々堂々戦おうよ。速度制限されている上に時を使っていないのに、私が反応できずにこんな近くまで。はぁ、ネロ、吸収して解析を。月下様、これはただの強風です。しまった、吸収支配に集中しすぎた。式全員、流星に舞う停泊の世界。それは別に。すみません、月下様。決まった、月下選手の逆手を取り、攻撃に成功。これで9回目、月下選手はあと何度復活するのか。これで後がないね、月下ちゃん。またもや復活、不死身か、もしくは計算か、もはや月下選手の作戦が読めない。これからどうするのか。これで下準備は完了。ここからは私と白ちゃんの正真正銘、1対1の勝負よ。それはどうかしらね、私も結構対策できたわ。両者サイドに構える、どちらも満身創痍でありながら、ここからと言わんばかりの集中力です。この勝負、まだまだ目が離せません。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。